サーフルでやったことない。なんか2位の振り付けとかわかんない、うん、ね、やばいね、うん、そう、3期生はしゃべぴーそのワンハでしかやったことなかったのに、うん、なんかフルに空気を読んで頑張って知らないのに対応してくれてすごいあのめっちゃすごかった、本当に本当に、あれは配信してほしいぐらい、ね、そう楽しかった、楽しかった、マジでないわ。あ、でもポンカツもさ、披露しあんまないのかも。確かに。これじゃ、こうやって。あー、もう忘れたわ。さ、それちゃんと振り入れしてもらえるかな、フルでやるとき。してもらえるでしょ。もうだって私たちも覚えてないもん。春の子さ、すいません、2番やったことないですってさ、6年目で結構面白くない？まあ確かに。やったことないです。カラオケスタッフの日のがつぼっただって。なんかめっちゃもう機敏に動いてくださってた。全然円滑に進められるようにね。いつの間に椅子がはけてたし、わかる、しゃべぴの時さ、みんなが踊れるようにさ、あのこうあった椅子が全部いつの間にかなくこれは踊るやつだっつめっちゃおもろい。ほんと楽しかった、あれ NGT ならでは。そう、しかもファンの皆さんも知ってる曲だからね、そうめっちゃ盛り上がってくれたし、サイリウムもみんなピンクにしてくれたし、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。皆さんも盛り上がって、そう、アドリブ太陽化です。いや、すごい、本当そうなんです。すごい。カイリの生誕祭何するか来週です。楽しみ。何しよう。なんかカイリーもさ、うん、あんま歌さ詳しい。私も全然、あのそれこそ48と46とか。ああ、そうね、カイリーなんだよ。だからどうしよう、うん、もう今日も見て NGT の曲いいなってめっちゃ思った。ね、分かる、全員知ってるもん。面白い、知ってるからね、うん、なんかわざわざカラオケでやなくてもよくないっていう気はするけど、うん、あ、でもそう、でもこうやってやるってなったらさ、ちゃんとやんなきゃいけなくなるじゃん。あの感じは、あのフリーの感じは絶対出ないもんね。本当に楽しかった。急な立ち位置みたいな、あれはあれで面白かった。ひなちゃんおねむなの、うん、でももう10時半だし、終わる、終えますか、うん、多分おのおの終わったら。そうだね、多分みーはね、みーはやろっかな、うん、うちで。昨日ゼルダ、まあ、ゼルダやりたいなって思ってるけど、普通にこの前もそんな話してたら帰って爆睡した。でも帰る、確かに帰ってみていろいろ変わることはある。でも普通にもう時間なさそうだな。でもじゃあ勝手にゼルダやるわ。じゃあ勝手に勝手にやるわ。勝手にやる。とりあえずじゃあランキングやりますか。ひなちゃんおねむ可愛いね。え、何も可愛くないよ。可愛いって言われるのあんまりね、喜ばないんですよこの子。え、だって嘘だと思うから。ねえ、嘘なんだよ。もうやだごめん。え、違う、だから面白い方が嬉しいの。あ、言ってた、なんか前に言った、前の生誕だっけ、なんだっけ、なんか言ってた、生誕で言うのそれ。なんか可愛いって簡単に嘘つけるというかさ、お世辞で言ったけど、面白いはお世辞でも言わんや。確かに、本当に面白くない。それはあんた一番面白いねえ、やめて。面白い、可愛いって。私なんで今日ひののことで笑ったんだっけ。スタッフさんじゃない。え、違う、え、どうだ、さっきさ、なんかさ写真撮ってた時かな。あ、なんだっけ、あの浮いてたみたいな。え、違う、それじゃない、なんだっけ、格好スタッフラの前で、うん、いや、わかるわかる、って笑ったの。なんかひのがさ、え、やった、みゆの笑い撮れたみたいな。あー、え、なんでだっけ、なんだっけ、私もいた、うん、いた、そう、いた、みんないた。え、なんだっけ、え、なんだっけ、なんか、なんかその前にさ、ななみがすごい独り言出てて誰も反応しなくて、うん、で、ひながなんとかなんとかって言って笑ったの。あ、そうだ、なんとかなんとかが分かんない、全然思い出せない。なんだっけ、ファンのみんなが一番気になっちゃった。いや、確かに、でもみーあったよね、みーが笑ってた。そうで、みーの笑い取れたからって喜んでた。え、そう、喜んでた、かわいい。すいません、全然そう、写真いっぱい撮ったよ、ことで終わっちゃった。後で写真いっぱい載せます、みんながいっぱい撮ってくれるから。いっぱい送るね。チャットにも載せるよん、載せるよん、載せるよん。それではじゃあ、はい、参ります。じゃあいつものお願いします。
13位ゆかおしじいさん、はい、リアさん、ハルクートさん、ありがとうございます。12位ケイさん、ブンセイさん、カヤトさん、ありがとうございます。11位トッパキューさん、石本さん、ヨッシーさん、ありがとうございます。10位マスルーさん、ヒロナさん、タカさん、ありがとうございます。9位イヌくんさん、超快速さん、ビートたけしさん、ありがとうございます。8位エイタロウさん、フワさん、ナスハラさん、ありがとうございます。7位ベロさん、トンスケさん、フーガさん、ありがとうございます。6位イチタさん、シカオさん、ヨシさん、ありがとうございます。5位シンチさん、ニシタムさん、コマさん、ありがとうございます。4位ヒヨリゲタさん、コンちゃんさん、ヘルハヤさん、ありがとうございます。3位ヨシさん、エンドクリッシュさん、トシさん、ありがとうございます。2位トッシーさん、コールで声が枯れたしんいちさん、ほっしーさん、ありがとうございます。1位トーボさん、たかしさん、まさゆきさん、ありがとうございます。私は帰ってからもう一回配信しようかな、うん、それでは皆さん、また明日、明日おしゃべり会待ってるね。明日たち頑張って、バイバイ、また明日パンケチャしないで。